小島、小島、さしま、しきじま、よじゃぬ、こんちゃ、かんよ、ぽんちゃ、小島、小島、さしま、しきじま、あっちま、きるな、かんよ、ぽんちゃ、クラッキーズ、クラッキーズ。小島。よろぶん、あにやしみんか。かんよ、ぽちゃ、さじゃん。G-A-N-G to the H-Y-O, かんよ。in the おるにゃー。よぎ、ガンヨポちゃんの紹介と、これからの計画についてね、ちょっとお話ししたいと思います。あ、でもね、計画って言ってもね、僕、計画を実行に移せるような、行動力ある人間じゃないでね、計画通りね、行かなくてもね、文句言わないでくださいよ。まあ、計画というより妄想に近いですかね。はい。まあ、言っときますけど、ここで商売しようっていう気はね、一つもないんでね、安心してください。もう、来た人は僕が全部ね、怒りますんでね。はい。それでは、ガンヨポチャー、ダラオンナーはい、それではまず、使用する食器類から紹介しようと思いまーす。ソジュのジャンが今多足器あるんですけども、ね、この撮影の前にね、3つくらい割っちゃったんですよね。あいご、あいご。まあ、あとは、まあ、説明する必要ないですね。いろいろあります。はい。ソメック作る人はこれ使ってくださいね。あと、ポジャマチャテーブルと椅子と、あと、これがあります。続いてこちらを紹介しまーす。まずね、こちら美女が2人います。どちらの美女がタイプですか？おっぱの中二感、カンヒョポチェチョするはんじゃなれ、アニミョン。ピーミミミミミミ。あとね、こちらにね、飲料用の冷蔵庫を置いてですね、こちらのポスターを後で貼ろうと思いまーす。めっちゃ面白せんにー。鍋は一応4種類用意しております。カムジャタンだったりね、ブテチゲだったりね、食べることができます。はい、サムギョプサル用の鉄板も一つ用意してあります。続いてこちらアプチマですね。服汚れるの嫌だって人はね、こちらにアプチマ何種類かかけてありますのでね、好きなやつ選んで勝手にね使ってください。でアプチマ着るの嫌だよって人はこちらヤンニョムジュイソークリゴヤンニョン、こちらの T シャツを勝手にね着てくださいね。でこちら栓抜き勝手に使ってください。でこちら後ろに行くとタニモンタナークリゴ福岡でもらったポスターと、あとね運動したい人はこちらの器具で勝手に運動してください。そして、囲碁っぽいっすこれ、これですよ、これ。これね、タチウオ一匹丸々入っちゃうんすよ。こちらの鍋はね、忘年会で使用しましたんでね。また後日動画上げると思いますんでね。そちらの方を、まあ、ご確認ください。続いては、こちらでございます。ぽいっすこれ何かわかりますよね。これでね、ヤンコチだったりね、焼き鳥だったり焼くことができるんでね、これすごい楽しみにしてますそしてね、酔っ払って寝てもいいようにここでね、ベッドを1台ね、置いておこうかなと思っております。続いてこちら、こちらはソジュの空き瓶。これはもうね、ガンヒョーファンならもう分かっているよね。はい、ガンヒョーポーチャー、シオナンガンヒョーポーチャー。料理が出てくるまでね、時間がかかると思うんで、その間お菓子とかね、このボッテギ勝手に食べててください。はい、こちらはね、亡くなったうちのおじいちゃんが見守ってくれております。それでは次は1階の厨房の紹介をしたいと思います。こんにちは。はい、こちらのスリッパはね、大阪の ID カフェの社長さんがおばあさんにって言ってくれたんですけど、僕が愛用しております。はい、こちらが厨房でございます。こちら海苔だったり各種調味料が置いてあります。あとね、石焼きビビンバだったりね、一人用のキムチ鍋作るときにこちらの器に入れて提供したいと思っております。あー、マシケッタ。こちらにはね、即席食品が備蓄されております。そして続いて冷蔵庫見てみましょう。はい、ソジュとね、シャンペンと、まあセウチョ、あとね、この調味料が置いてありまして、あ、そしてこちら、こちらはですね、キムチですよ。この間僕たちが作ったキムチですよ。続いて冷凍庫の中にはタッパルが用意してあります。それでは外に出てみましょう。まあそのうちね、あの屋根の上に大きくガンヒョポチャーっていう看板をね設置したいと思っております。
この辺りにはね水槽を置いて、あの三落地だったり刺身だったり海産物のポジャマ茶を作っていきたいと思います。そしてこの辺りにはねポジャマ茶テーブルをいっぱい並べてね、ヒッチロみたいなね雰囲気にしたいと思っております。夏の夜ねここで飲むとすんごい気持ちいいんですよ。これは今年の夏にアキオパと飲んだ時の映像です。そしてねこちらではね夏になったらキャンピングを楽しむことができます。これは今年アキオパとキャンピングした時の映像です。オプソービレがオプソーイエー。はい、次はですねこちら、こちらにはねあのトッポッキとかスンデとかおでんとかティキムとかのねああいう屋台を置きたいと思います。通りがかりの人もね自由に食べれるようにしたいと思います。そしてこの辺りにはね結構光る感じのピカピカ光る感じの看板を置きたいと思います。はい、続いて最後にねこちらの工場の中を見ていきましょう。こちらの工場はねうちの両親が働いております。でもね2人とももう60代後半に差し掛かったんで、まあもうそんなに長く働けないと思うんで、もしね引退されたらあのここにドラム缶テーブルとか光るドラム缶テーブルとかいっぱい置いてですね、あの派手な感じのねちょっと居酒屋みたいな感じにするか、もしくは工場跡地型ポジャンマ茶みたいなコンセプトのポジャンマ茶を作るといいと思います。あとこちらねシャッター開けたらもう夏とか開放感あふれてすごくいいんでね、すごく魅力的な雰囲気になるかなと思います。もしくはあのソソカルビみたいなねああいうもう立って食べるカルビみたいな店を作るってのもなかなかいいんじゃないかなというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。ガンヨポチャータラオナー